12月26日、今晩のゴミ拾いです。はい、白のビニール袋を持ってったものなんですけど、透明なビニール袋は、拾いました。もう分別後ですね、これは。燃えるゴミとプラと、あと缶とペットボトルです。たまにね、こうゴミとか拾ってると、一体何のためにやってんのか、意味があるのかとか思ったりしますけれども、まあ、やらなかったら、ゴミが落ちてるだけなので、まあ諦めずにっていうか、これからも頑張っていきたいと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。